農民、農民、農民、英語、ペザントは、農業労働者、特に中世封建社会、全工業社会において、領主に年貢や時代、その他様々な税や労働を提供していた人々を指す。ヨーロッパ市場の農民は、その人間の地位によって、完全に領主の個人的資産として扱われた、農業奴隷、家庭や住居、 農具など最低限の財産所有権はあるものの土地と領主に縛られ霊属する濃度、自ら土地を所有し、農業事業の自営が可能な独立自営農民の三階級に分けられる。さらに細かく見れば、農民の地位は土地保有権、免疫時代、借地権、土地等本所有権など様々な義務と権利で規定さた。長きにわたり、農民、ペザントという語は貧しく、 土地を持たない農業従事者に対して無学な無知な都会の宣伝からはほど遠いなどといった意を含んで軽蔑的に用いられてきまた現代においても開発途上国で人口の大部分を占めるような農業従事者に対して若干部別的なニュアンスを含んで使われることがある本校では西洋における農民ペザントを中心に記述する 日本市場の農業労働者については、百姓を、現代の農業従事者については、農家を参照されたい。英語のペザントという語は、15世紀の中世、フランス語のペイセント、田舎、究極的には、ラテン語のペイグス、群を語源としている。中世には、農民は、ほとんどの地域で人口の大多数を占めていた。農民という語は、非常に幅の広い語であるが、 市場経済が根付いた後は、生じ作農地を所有する農民を特に農民、経営者、ペザントプリプライアターズと呼ぶようになった。中世の北ヨーロッパでは、19世紀まで開放高地性が一般的だった。ここでは、農民は、領主や、教会の聖職者、カトリックの司教、プロテスタントの監督の省園に住み、工作権と引き換えに、時代や労役を提供した。 荘園には耕作地の他に休耕地、牧草地、森、荒地なども含まれた。こうした開放高地制は領主と農民の相互依存関係のもとに成り立っていた。後にこのシステムは農民、農家個人が土地を所有し管理する制度に変えられていった。西ヨーロッパでは14世紀中頃に国史病が大流行した後、農民の地位が大きく向上した。 労働人口が大幅に減ったことで、生存した農民が貴重な存在になるとともに、死者の高地を含めた広大な土地の所有権もしくは、工作権を獲得したためである。その後、活版印刷と書籍の普及によって、農民の識字率が向上していき、また、啓蒙時代に入ると、君主の手こ入れで農民の社会的地位や、教育体制が大きく変革された。 イングランドでは産業革命期に入ると工作機械や肥料などを導入する農業技術革新により農業生産力が飛躍的に向上した。同時に生産価格競争に敗れたり第二次過い込みで土地を追われるなどした多くの農民が都市へ移住し工場労働者カール・マルクスの言うプロレタリアートになっていった。独立自営農民として農業を維持できた人々は 比較的富裕で選挙権を早期に獲得するなど、社会的地位も高く、中世の農民のような社会ヒエラルキー株の階層は、都市へ移った工場労働者が当てはまるようになった。東ヨーロッパでは14世紀以降、中世の濃度性の姿がほとんど変化せずに、存続してきた。18世紀から19世紀にかけて、啓蒙先生君主の手による、濃度解放の動きが生まれたが、 不完全な形であったり、領主の激しい抵抗を受けたりした。ロシアでは、1861年に、アレクサンドル2世が、濃度解放令を発し、公的には、濃度制が廃止された。直令発令後も多くの農民は、先祖代々の土地に縛り付けられたままだったが、農民が土地を売買したり、土地を持たない農民が、都市に移住したりすることができるようになった。なお、 1861年の濃度、解放令以前から、ロシアの濃度性は徐々に衰退してきていた。18世紀末には、人口の45%から50%を占めていた濃度は、1858年には37.7%まで減少していた。19世紀までのドイツでは、農民は村の共同体に所属して、共有財産を管理していた。特に東部では、 彼らは永久に土地に縛り付けられた濃度であった。彼らはドイツ語では、バウアー、バウアー、低地ドイツ語では、ボワー、バーと呼ばれた。ドイツのほぼ全域の農民は、地主貴族に時代や労役を納める義務を負った、小坂みのりだった。農民の代表は、農地を監督して、皇居権や放牧権を管理し、村では、軽犯罪を裁く、小法廷を取り仕切った。 農民の家庭内では、課長が全ての決定権を握り、子供たちにより有利で恵まれた結婚をさせられるよう努めた。大部分の農民の村規模での活動は、教会と祝祭日を中心としていた。プロイセンでは、徴兵される者を選ぶために、農民たちが村でくじ引きを行った。貴族は、自らの領地の村に対して、非常に強い影響力を持っていたが、 日常生活にまで介入することは滅多になかった。歴史家のユージン・ウェーバーは、著書ペゼンツィントゥフレンチマン、ザ・モダニゼーション・オブ・ルーラル・フランス、1880-1914-1976年において、フランス農村の近代化の過程を追い、農村は歴史的に逆行して、19世紀後半から20世紀にかけてのフランス国民形成の流れに取り残されて、 しまったと述べている。彼は、鉄道、共和主義教育、普遍的な徴兵制度の役割の重要性を強調している。彼の研究は、学校や軍隊の記録、移民のパターン、経済の動向などをもとにしている。1900年頃までは、各地域におけるフランス国会意識が弱かったとウェーバーは主張し、その上で、第三共和制が果たした農村での国家。 意識形成を論じているのであるこの本は大きな反響を呼び称賛されたが一部には農村でのフランス人の国家意識は1870年までにはすでに存在していたと考えている者も,もいる中国における農夫夫はもともと単に農業労働者を指す語であった19世紀に日本の知識人が中国の封建制と西洋のフューダリズムを結びつけ 封建時代の日本社会の農業従事者、百姓などを、用の中性的な農民の概念に位置づけた。こうした動きは、中国において農夫が仮想民とされるそれまで存在しなかった社会構造を生み出した。人類学者のミーロン講演は、この新たな意味を持つ、農夫という語の誕生は、マルキストなど西洋的な視点を取り入れた人々が、 中国農村を遅れた地域とみなすようになったことなどの当時の文化的、政治的な社会革新を象徴しているとしている。現代の西洋でも中国の農業労働者を指す時にペザントの語を用いることが多い。これは中国が農村の人々によって中性的で遅れた地域に留まっているとする西洋の価値観によるものだという指摘がある。公園は 西洋市場での都市と農村、天守と農民、商人と領主というように不可の役割を対比するやり方は中国の経済的な伝統像を歪めるのにしか役立っていない。と述べている。12世紀に活躍したラビのモーシェベンイコールマイモーンは、ブーア、農民、バーを、トーラーによる道徳教育、徳をいずれも持ち合わせておらず、 またそれらを得る能力もない人間のことだと、述った。彼は、ユダヤ教の聖典から、愚かさと、賢明さによって、人間を五つの階級に分けた。下から順に、ブーア、アムハーレツ、ゴーレム、ハーハーム、ハーシードである。マイモンが、ブーアの地位を定義するのに用いたのは、タルムード・トミシュナー、ピルケ・アボート・イー、4の中に出てくる、セデイバー、ニコーチという語句である。 バーという語は、英語では、バー、田舎者に訳されることが多い。古くから、農民は、様々な文献に登場するが、その多くにおいて、彼らは、過当な欲求の表現者もしくは田舎臭い喜劇の、演者として扱われ、ペザントという言葉自体が、軽蔑的な意味合いで用いられてた側面がある。特に、ヨーロッパのキリスト教世界では、社会は、働く者、農民、祈る者、 生殖者、戦う者、王侯、騎士の三階級に分かれるという理論が一般に受け入れられている。後に、フランスで生まれたアナール学派の歴史学者たちは、それまで軽視されてきた農民階層の重要性を指摘し始めた。フェルナン・ブローデルは、その主要著書の一つ、物質文明、経済、資本理の第一巻を15から18世紀日常性の構造と題し、 市場経済より低層に巨大で目に見えづらい世界が確かに存在していたことを明らかにした。他にもフロリアンズ・ナニエツキやヒタカミチラが農民史を研究しており、第二次世界大戦後、ロバート・レッドフィールドは大伝統と小伝統の概念を提示した。1960年代になると人類学者や歴史学者は世界史上で 農民戦争が果たした役割を再考し始めた。資本主義や帝国主義に対する会議が論じられるようになった中で、それらに対抗する形で、第三世界で農民戦争が多発していたことに光が当てられるようになった。人類学者のエリック・ウルフは当初はマルキスト的な研究を行っていた。 先駆者としては、封建制から資本主義への変遷の鍵として、農村の人々を取り上げた、経済学者のダニエル・ソーナーがいる。しかし後に、ウルフラは、マルクス主義を否定する一方で、農民に行動を起こす能力がなかったとみなす、従来の近代化論をも批判した。ジェームズ・シースコットは、マレーシアでのフィールドワークを通じて、農民は、間接的な行動手段しか持っていないとはいえ、 地方政治を動かすには十分な影響力を持っていることを確信した。こうした行動主義的な学者の多くはインドでのオザク葬儀や1920年代以降の毛沢東を率いる中国の革命理論を振り返った。一方で、ミーロン公園は前述の通り中国農村の人々が農家ではなく農民に相当する語で呼ばれていることに疑念を呈し、これが 学術的な区別でなく、政治的な意図がこもった用法であると述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。